先週の乙女、孫と公園で一休みしていたら野鳥に囲まれる。場所を変えたら脱走してきたであろう飼い猫と犬にすり寄られる。今日の乙女、動物を引き寄せる体質を見込まれて、乙女の友人から動物保護団体の職員にならないかと勧誘される。行方不明だった猫をスーパーで保護して飼い主さんに連絡中。乙女が犬猫をしょっちゅう保護しているため、空気を察して慣れた手つきで簡易ケージを組み立てる乙女もなかなかすごい人だと思う。